皆さん、こんにちは。ピルディスタ小沢です。今日はチャンネルに渡り隆さんに、来ていただいて、渡りさんが来た理由は皆さんもお分かりだと思いますが、まあ残念ながらね、こう60歳で、ディエゴ・マラドーナ氏が、逝去されましたので、まあその彼を偲んでというところで、渡りさん、まずはね、こう、報道驚かれたと思いますけど、どういうタイミングで、どこでこの訃報をお聞きになりました？僕は今、ライセンスの講習をしていて、朝の、食事の時にね、僕自身は大変な状態っていうのは聞いてたんですけど、みんながそういう、報道を教えてくれて、それで、その後ネットで見たり、そういうところで知りました。今回の訃報の前にもね、ちょっと危篤なんかでこうニュースありましたけど、まあ健康状態ずっとね、こう近年心配されてはいましたが、まあ改めて今日はまあそこの病状等っていうよりも、やっぱりディエゴ・マラドーナがね、残してくれたサッカー界への貢献であったりとか、まあ渡さん自身への影響っていうところを聞きたいんですけども、まず渡さん自身がアルゼンチンにお渡りになられたのも、やっぱりマラドーナの影響ということはね、発信されてますけども、改めてちょっと渡さんにとってもマラドーナ、初めてマラドーナをこうご覧になったのっていうのは、いつでどういうこうきっかけだったんでしょうか。自分自身は86年のワールドカップを、日本の NHK で見たのが最初で、その後に、やはり、彼の以前の試合映像とか、そういったものを集めてみたときに、本当に、技術や、そういったものも素晴らしいなって思ったのと、当時はそんなに今でいう YouTube とかそういったものがなかったので、サッカーの雑誌なんか見てももう一つ一つの写真がもう躍動感もありましたし、それから、プレー一つ一つがもう、プレーのキレだったり、ちょっとこうイメージのね、高さだったりっていうことが、僕らにとってはもう本当衝撃でしたし、なんていうかね、サッカーの新しいこう、楽しみ方というか、こんな人がいるんだと。さらに身長もね、そんなに高くない選手で、これだけの活躍ができてるっていうのは、素晴らしいなっていうのを見たのがね、最初の僕の衝撃というかイメージですけど。で、まあ実際にアルゼンチンに渡られて、まあ母国にもね、入られてということで、まあ、渡さん、改めてこう、アルゼンチンにとってのディエゴ・マラドーナっていうのは、まあもうそもそもね、こう、国葬してる時点でやっぱりディオス、神だとは思うんですけども、どういう存在ですか？改めて聞かせてください。本当に前にアルゼンチンって言われると、僕も本当にお世話になった国なので、あれなんですけど、なかなかアルゼンチンって言ってもこう、イメージがこうですみたいなね、言える国では、ちょっとね、失礼ながらスペインとかイタリアとか、もしかしたらブラジルといえばサンバでっていうような、あると思うんですけど、やはりアルゼンチンって言うと、マラドーナさんの顔が浮かんだり、どちらかというとアルゼンチンバックブリーカーとか、プロレスの技だったりっていうのはあるけど、なかなかそうですね、浮かんでこないところはあると思う。タンゴの国かなっていうぐらいだと思うんですけど、アルゼンチンっていう国をとにかく世界にこう、有名にしてくれたというか、サッカーの力で有名にしてくれた人ですし、さらにイギリスとのフォークランド紛争ですね。それがあった後に、敵国のイギリスに対して、ああいったゴールを決めて、とにかくちょっと心が沈んでた国民の士気を高めると言いますか、そういう意味で、ずっとこう、国のために戦ってくれた英雄だから、今の本当に、カサロサダっていう大統領官邸でね、ああいった国葬してるっていうのもすごいことですし、あと、日本では本当にこう、起訴された後にニュースがすごく流れ出したんですけど、その前から、やはりイタリア、ね、スペインなんかでも常にこうニュースが流れてて、日本とはまた違った取り上げられ方をしてるっていうのも、ある意味、国の英雄じゃないかなとは思うんですけど。
ダリさん、マラドーナさんとはね、直接的に選手時代も多分彼が指導者時代も何度もお会いになったことあると思うんですけども、具体的な直接的なコンタクトっていうのを改めて教えてもらえますか？はい。いや、僕自身はそんなに、皆さんね、こうやって、小沢さんにもこうやって呼んでいただいて、恥ずかしながらも僕は、なんか、話をさせてもらうんですけど、やはりね、対戦した方とか、やっぱこう、本当にこう、試合された方もいたり、で、自分はね、代表とか、代表歴ないものですから、たまたま本当に、僕はジュニアのユースにいた頃に、やはりオフシーズンにマラドーナさんが、僕たちが住んでたカンデーラっていう、まあ、寮があるんですけど、そこはまあ、昔のトップの練習場だったので、それを懐かしんで、よくアルゼンチン帰られた際には、練習に来てたんですよね。で、まあ、僕らとにかくマラドーナ見たくて、というか、何かを知りたくてっていうのが一番でね、アルゼンチン来たところも、ありましたから、とにかく練習を初めて見た時の、もう彼が走る姿だったり、まあ、ボールを蹴る姿だったり、まあ一つ一つが、まあ本当にこう、なんていうかね、走れば、まあ、どなたか表現したんですけど、こう、ゴム割りみたいな、こう、弾んで走るし、それから、まあ、ボールを蹴れば、小さな体で強烈なシュートとかね、まあ、すごい距離ボール蹴りましたし、まあ、衝撃を受けましたよね。で、まあ、運よく、そうやってお話しする機会があったり、まあ、もちろん僕よりもずっと、こう、仕事の面でもね、マラドーナさんとも、こう、交流があった方はおられると思うんですよ。僕も少ない回数ですけど、お会いした時には、まあ、普段は気さくで、まあ本当にこう、弱い者の味方というか、すごく優しい人ですし、それから、なんか頼れる人でしたし、まあ本当に今までやってきた苦労だったりプレッシャーってすごかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕らにとってはもう本当永遠のアイドルだなとは思います。改めてマラドーナさんの現役時代のプレイヤーとしての魅力、渡さんどう映ってました？まあ、プレイヤーとしては、やっぱり僕としては、そのバルセロナにいた時が、成功はしなかったと思うんです。でも、僕のやっぱり大好きな時代っていうのは、ああいうもう荒削りと言いますか、一人でもドリブルで突っ込んでいっちゃうっていう、まあ、ワールドカップでもそうでしたけど、イタリアのね、すごいファウルをされながらも、諦めずにまた立って、こう、ドリブルを仕掛ける姿が僕には本当にかっこよくて。それがその先にやっぱり、あれでやっぱムンディアル取れないっていうことも気づかれたと思いますし、あと、まあイタリアに移籍して、やっぱりまあ、アリゴ・サッキをはじめ、当時の現代サッカーの父みたいな人たちが、いろんな戦術で彼を抑えていこうとする中で、なんかやっぱり彼もプレイスタイル変わっていったんじゃないかなっていうのは、もともとまあアルゼンチンでもワンタッチのスルーパスとか、すごいものを持ってたんですけど、特にまあフィジカル的にもこう、上げていきましたし、86年のワールドカップなんかも、やっぱり神の手とドリブルのね、イングランド戦が、やっぱこう、取り上げられるんですけど、なんか実際は決勝のドイツのワンタッチのパスなんかは、まあ本当にこう、例えばアリゴさっきのこう、ゾーンプレスでギュッと仕掛けた時に、ワンタッチポンと出てきたりとか、よく YouTube でも今でも映像流れてますけど、ゾーンプレスの中で中盤の飛び出しで要は、イタリアの名将たちが作る新しい戦術を全部個で破壊するっていう、感じはやっぱりこう、選手としても、まあ少しずつね、変化もあったかなと。だけど僕自身はやっぱり、古い映像ですけど、78年とか、79年あたりのワールドユースの映像とか、82年あたりの本当にもうスペインで、である相手にドリブル仕掛けてるっていうのは、そういう頃のマラドーナ大好きです。やっぱ渡さん、多分年齢的にもね、ちょうどマラドーナさんの全盛期に当たってて、僕どちらかというとワールドカップ初めて見たのが90年のイタリア大会で、
まあ、どちらかというと結構アルゼンチンも苦しい戦いでね、やっぱカメルーンにいきなり負けたりとか、でまあ、なんとかカニンヒャとマラドーナのホットラインで点取って勝つみたいな形でしたけど、やっぱ86とか82年のその全盛期をもうやっぱ知ってるっていうところは、なんか羨ましいなと改めて思いました、今の話聞いてて。まあ、今はね、映像たくさんありますから、今見ても全く、すごいなって思いますよね。昔の飛ばないボールで、これだけのスピードのボールを蹴れたり、変化を加える、まあ、キックの、あ、もう本当足の角度の入れ方とか見るだけでもね、ちょっとこう違いがあると思うんですけど。まあでも、まあ永遠にね、本当、そういう色褪せない技術だったりありますし、まあ、世界中のいろんな人が真似したり、影響をね、された選手じゃないかなと改めて思いましたね。渡さんの中でマラドーナさんの特に印象に残っているプレーとか試合とかありますか？特に印象ですか。まあ、もちろんその、82年ワールドカップの、まあ、ベルギー戦とかですね。まあ、もちろんイタリア。あと、ブラジル戦もそうですね。もう今見ても、マラドーナさんすごいですよね。はい。だけど、まあ、おっしゃってた、90年のブラジル戦っていうのは、ね、マラドーナさんをこう、しのんでっていうのはあるんですけど、アルゼンチンの国でね、時々こう流されるブラジル戦の映像があるんですよ。で、もう前半もう、すごいブラジルに攻められ攻て、められてね。まあ、ポストでバンバンこうボール当たるんですね。しかも予選でこう、プンピードさんの正ゴールキーパーがね、骨折しちゃって、ボイコチアっていう選手が出ていて、その選手がこう、もう、ほんとこう、雨あられ降ってくるシュートにね、こう悩まされながら耐えて耐えて、でも後半にマラドーナがドリブル仕掛けて、もうブラジルの選手がファール覚悟で止めに行くんですけど、それを引きずるようにしてドリブル仕掛けていって、で、集めて集めて、カニーヒャにスルーパス。で、カニーヒャがパレルかわしてゴールって、蜂の人たちでブラジルを倒すっていうね、あれがこう、アルゼンチン国民のもうこう、毎年のこう、なんていうのね、行く年来る年というか、アルゼンチン、いや、俺たちアルゼンチン人でよかった、みたいな。こうやって耐えて耐えて、まあ言ったらね、おかしいかもしれないけど、戦争にも負けたり、いろいろしたんだけど、私たちはこう負けてないんだよって、この苦しい時を乗り越えて、こんなにして、こう生活していくんだっていうのはね、なんかプレー自体がメッセージっていうか、あの試合は本当すごかったし、あのプレーが、まあ国民の士気を、上げますし、やっぱりこう、常にこう、苦しい人たちが彼のプレーを見て勇気づけられたっていう、まあ本当にこう、なかなか漫画でも描けないぐらいなヒーローを、しかもね、86年、90年って言ったら、やっぱなかなかの選手層で優勝できるかなっていうメンバーでしたから、それをこうまとめて勝たせるっていうのは、やっぱまあ人間的にもこう、選手をこう掌握する力もありましたしね。素晴らしい選手だったと思います。マラドーナさんの、渡さん逆に人としての魅力、まあ、直接的にこうお会いしたこともあるでしょうし、まあ、それ以外にもね、こういろんな選手からこうマラドーナさんのそういうエピソードをお聞きになってきてると思いますけど、どういう人柄なんでしょうか？まあ、人柄はもう本当にまあ、言うとこう、ああいうふうに有名になっても変わらないところがありますよね。庶民的というか、会えばもうみんなに優しいですし、まあもちろんその、ファンサービスっていうのね、こう意識したもんじゃなくて、こうなんか心から出てくる優しさっていうか、そういうのもあるし、逆にこう、彼の場合は、やっぱり有名になっていく中、力をつけていく中、やっぱりいろんな人が周りにね、ついていって、そういう人たちにこう、利用されないように常にこうアンテナ張ってる感じもあったり、逆にこう自分自身も本当にこう最後はね、政治なんかも話して利用してたり、まあ、ベネズエラの大統領さんとっていうのってなかなかないわけじゃないですか。でもまあ、いろんな取り巻きもあって、だからまあ、よく、
マラドーナさんのことを言われる人がこう、二面性がすごくあった人、本当にこう、まあ、ね、苦しい地区から生まれた、感じの男の子の一面と、だんだんサッカーというものでついていく力を持ってきて、まあ、いろんな人と接する中、ちょっと、また違った人間になっていくっていう、この二面性はすごくあったのかなとは思います。あとはこう母家の人たちファンにとってのマラドーナさんっていうところも聞いておきたいんですけども、こう渡さんも実際にクラブの中に入ってっていうところで経験されてますけど、こう母家のサポーターにとってはどういう存在なんでしょうか。まあ母家のマラドーナって実際はそんなにその完璧でも、まあ一度目のその豪華でプレイしたときは成功はしてないんですよね。さらにそのそれだけお金をかけたほどの、まあ、そうですね。見返りはなかったとは思うんです。で逆にね、言ったら、クレメンテ・ロドリゲスとかバタグリアとか、彼らの方がもしかしたらタイトル、豪華に対してタイトルを出したはずとか、リケルメとかの方が、パレルモだったりの方が多いかもしれないんです。でもやっぱり、マラドーナさんがやっぱりアルゼンチナジュニアズから、ボカに来て、まあ自分がボカファンだったっていうこともあって、世界に発信してくれたことっていうのは、未だに、なんとなく、ボカジュニアズって聞いて、あ、マラドーナのチームだろうって言ってくれるくらい。だからそれが、やっぱまあ、本当に、最近のボカジュニアズね、世界戦略というか、それにも含めて、それのスタートだったのかなっていうのは、僕はファンはやっぱりその感謝してる部分はあると思うんです。けど、まあ二度目帰ってきた時には、やはり、マラドーナさんを使ってというか、その時はすごいメンバーでしたし、まあ一週間前からお祭り騒ぎですよね。試合、どの試合もお祭り騒ぎ。ね、ダービーが、ね、年に何回かあって、それの一週間前、二週間前からこの試合に対して、いろんな報道してっていうのが、毎週あった感じですね。ハンバーガーって、お客もいっぱいでしたし、まあやっぱ、マラドーナさん一人いるっていうことは、これだけクラブにパワーをもたらすんだなっていうのは思いましたからね。やっぱり、まあ、感謝はしてますよね。渡さんの、こう、アミーゴたち、まあ、リケルメなどを筆頭に、こう、マラドーナさんの影響をやっぱ受けてて、意味では、まあ、相当にやっぱりアルゼンチンサッカー、それからまあ育成年代の選手たちにもたらした影響力ってやっぱ大きいですか？いや、大きいと思います。もう、すべての人がやはり、まあ、言ってみればディフェンスの人もゴールキーパーでさえも、マラドーナさんっていうのはもうヒーローでしたし、一時期、マラドーナさんコカ・コーラのコマーシャル出たり、なんていうか、サッカー選手のステータスを完全に上げちゃったというか、まあなんかこう、ね、俳優以上というか、アイドル以上、だった時はあると思いますよ。やっぱ、あれですっていう国の中ではもう大統領以上にもう存在感あるっていうところなんですか？マラドーナさんは。まあそれがね、言っていいかどうかわかんないですけど、やっぱり南米の中ではやっぱりチラベルさんとか、の周りはなんかこう、大統領になるんじゃないかって言われてた時代もあったように、影響力ってやっぱ大きいですよね。だからサッカーを政治に持ち込まないっていう、ちょっと日本にはない考え方がありますよね。例えばマラドーナさんが、なんかボカファン集まれ、ここに票入れろって言ったら多分、ちょっとおかしなことになっちゃう。まあ、それくらいサッカーが中心の国なので、やはりマラドーナさんが一つ一つ発言で、影響力っていうのは大きかったと思います。改めて、こう、今日本でもね、やっぱ相当に報道されて、なおかつやっぱアルゼンチンの、まあ特にね、こう、まあ葬儀のところの、やっぱりアルゼンチン国民の皆さんの、こう、やっぱり悲しみであったりとか、まあそこに対するね、ああいう参列に対するもう、尋常じゃないような行動も含めてですけども、やっぱりそれだけの存在だったんだなっていうところを感じますけれども、こう、やっぱり日本のサッカーにも大きな影響を与えたと思うんですけども、渡さんを中心にね、こう、どうですか？マラドーナ実際に日本にも来てプレーしましたが、日本サッカー界にとってもやっぱり、こう、渡さん自身も含めて、
こう何かしらプラスの影響を与えてくれたっていうところは感じますか？いや、まあ本当僕なんかあれですけど、今のね、代表選手だったり、もしかしたら代表で戦った選手たちにも、すごく影響はね、あったようですし、うん、まあそういう、なんですかね、日本のサッカーっていうか、意外と日本って、マラドーナさん、やっぱりこう79年のワールドユースでね、プレーもしました。その後ゼロスーパーサッカーだったり、いろんな形で日本に来てて、すごく日本に好印象を持ってた方だと思うんですね。それが、まあ日本っていうすごい大好きな国があって、それが今度いろんな問題があって、今度入れなくなっちゃったりとか、っちゃった、ちょっとこう、寂しいと思ってたと思いますよ。これ日本好きな方でしたから、まあそういう意味でも、まあ影響というかね、これまあ日本のみならずもう世界各国の代表選手にもやっぱこう影響を与えた人だとは思います、渡さん、こうマラドーナさん選手としてどういう技術テクニックなんか真似てこう練習したとかありますか？ですね、まあタイミングとか緩急ですかね。ゆっくりしたとこからもうスピードを出すとこっていうのは、なかなかまあ僕らはまだね、Jリーグもなかったですから、いろんな国のスター選手の映像を見て真似したんですけど、やっぱそこが、すごくまあ差があったかなっていうのは思います。それからまあドリブルが有名ですけど、やっぱこう、なんですか、左サイドからこう、ディフェンスに詰め寄られて、もう普通はクロス上がらないだろうっていうところから、こうクロスを上げられるっていう、このボールへのアプローチっていうか、足の角度とか、この足のこう入れ方っていうんですよね。それはもう、別格ですよね。練習とかよくユースの隣でやってた時に、どうやったらあんなことできるんだろうって思うことありましたもん。まあ、人間のなせる技じゃないみたいな。そんくらいちょっと思ったところもあります。この人はこう、ボールを足で挟んで、こう、ボールを浮かせるんですけど、すごい勢いで上に上がったり、あとループの角度も、ちょっと普通の人は出せないなっていう角度でボール蹴れますしね。それから、この、まあ、距離だとは、ね、ドリブルでももう、これ、やられたかなっていうとこからでもこう、出てこれる。やっぱまあ左足の持ち方とかね、そういったところも素晴らしい。まあそれが右でできないからとか、実的にもやっぱり思ってましたね。でもやっぱりそういう、なんでしょうか、渡さんたちのユースの隣で練習してるところも含めて、本当にまあ努力というよりも本人、とにかくサッカーが好きだったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱそういう選手ですか？そうですね。もうその努力の仕方がちょっと変わってましたよね。なんですかね。まあ多分写真とか見てもらったら分かると思うけど、練習をよく紐を結ばないで、ジョギングシューズのまま、一人だけやってるんですよね。みんなが取り返しシューズ履くようなブランドですよ。でも、まあ何かを課せてやってんのかなっていうのはあるんですよ。ユーザーが上げるためにとか。あと、なんか、フラッといきなりこう、サッカーやりたいからって午後に人集めろみたいなマネージャーさんに頼んで、本当にもう、汚いグラウンドで普通に11対11とかやるんですよ。もうなんか自分がすごいイングランド戦のゴール以上なやつをやって、で一人で騒いでたりとか、もう本当になんかサッカーは好きな人だなっていうのは、本当に感じますよ。アルゼンチン国内で改めてマラドーナさんってやっぱ天才でもう唯一無二、もう彼はもう彼みたいな選手が生まれてこないっていう認識なんですか？いや、アルゼンチンでは特にですね。だからやっぱり、まあそれは僕の中でも、いつも、今もそうですね、マラドーナさん以上の人が出てくれればっていつも思ってますし、メッシが出てきた時は本当に超えるんだろうってね、だからみんなも期待したんですけど、なかなかそのマラドーナさんみたいに、僕はメッシ、ね、大好きですし、技術レベルも本当にもね、全然もしかしたら上になってもいいと思うんです。だけど、やっぱりワールドカップのあのプレッシャーの中で、あのゴールができるから、メッシもね、同じようなゴールも入れてると思うんですけど、じゃあ、メキシコのあのコーチで、さらに国からのあの重圧の中で、
さらに戦争後の試合で、この対戦相手とっていうところで言うと、あれを決めちゃうっていうのは、やっぱり、それできる人がなかなか出てくるかなっていうところで、その技術レベルだけじゃない AU さんですね。それこそ王さんと長嶋さんどっちがっていうようなところ。なんか長嶋さんって数値的にはやっぱ王さんには全然及ばれるところもあるかもしれないですけど、でもやっぱこう、スター性だったりチャンスにとか、まあ、もちろん王さんもね、チャンスでも強かったんですけど、なんかそういう意味で、マラドーナさんの魅力っていうのは、アルゼンチン国内ではもう絶対的ですね。そのサッカーの試合でこのゴールを決めたっていうよりも、あの瞬間にこれやっちゃうかなっていうところが、あとまあ、何度ももうマラドーナは終わったっていうふうになってて、そこからまた復活してみたり、まあ、マラドーナさんもこれで終わりかなっていう時に、まあ僕もそこの場にいたんですけど、コロンビアに5-0で、リバプールのね、モニュメンタルっていう、1978年のワールドカップで、決勝で優勝する、スタジアムで、コロンビアに5対0で負けちゃうんですね。そのもう試合の途中からやっぱりマラドーナコールが起きて、で、ね、まあ、まさかマラドーナ出ないでしょうって思ったら、やっぱなんか順当にマラドーナはなんかメディアをうまく使って それでプレイオフのオーストラリア戦に出るんですよね。それでワールドカップ出場を決めて、いや、で、そのところまた盛り上がってマラドーナさん、いろんなマラドーナに対して歌ができたり、ドキュメント番組もできたりして、またヒーローとしてこう、上り詰めるんですよ。で、その頃はマラドーナの、なんていうかね、ゲームとかもいろいろね、子供のおもちゃとかもいっぱい出ましたし。で、ワールドカップね、アメリカ大会出てみたら、ドーピング引っかかって、え、またかよーみたいな。それでもまた復活するっていう、人生って本当にこんなになるんだけど、でも、頑張って這い上がるんだよっていうのを、また見せるっていう、なんかこの人意図的にこれやってるのかなっていうぐらい、ダメになってもダメになってもまたこう、人の心を掴んで、またみんなが頑張ろうって思える、またヒーローになっちゃうんですね。まあ、許す国民もどうかと思うんですけど、でも本当にもう、愛せるキャラですよね。やっぱそういう話聞いてると、やっぱ改めてね、こういろんな、まあ、ピッチ外の波乱万丈な人生、私生活も含めて、なんかやっぱ我々にこうそういう喜怒哀楽を与えてくれる、まあ、庶民のヒーローなんだろうなと思いますし、で、まあ、今でもね、メッシがそうですけども、本当にスーパースター、ね、ロナウドも含めて点は常に取るとか、うまい、いい選手はいるんだけども、まあ、それ以外のやっぱ人間的な魅力とか、やっぱ代表チームはそこまで、アルゼンチンとあと国自体を世界にね、こう、ブランディングしたっていうことも含めて、本当に彼の功績はもういくらでも語れると思いますけども、まあ、最後に渡さん、こう、改めて、マラドーナさんもこの世からね、こう、残念ながらいなくなってしまいましたが、まあ、彼に向けて、まあ、天国に行っているマラドーナさんに向けて一言いただけますか、メッセージ。いや、ね、僕みたいなものはこんなの話させてもらうので、申し訳ないんですけど、でもね、本当、僕自身やっぱり、彼がいたおかげで、アルゼンチンを知って、まあ今もまだサッカーに何か携わらせてもらってるのは、やっぱ彼の影響があったと思うんです。それから、僕みたいに思ってる人が、たくさん世界中にいて、それから、ね、本当にサッカーで成功されている選手たちも、皆さんそういう意味で子供の頃、真似した部分だったり、いろんなことあったと思うんです。ですから、まあ本当に、そういった意味で本当感謝、ありがとうって言いたいですし、あと、まあやはり、これまでいいイメージもあるかもしれないけど、相当なプレッシャーもあったと思うんですよ。おっしゃられたように、小沢さんも今おっしゃられた、普段の生活ので言うと、やっぱりこう、心休まる時間がなかったんじゃないかなっていうのは、本当に僕思うんです。でもそんな中でもいつも笑顔で、携わっ、あの、まあ、接して、いろんな人に接して、それから、なんかサッカーをずっとこう好きでいたこと、それからサッカーというスポーツはやっぱこれだけ広めた一人でもありますし、
インタビューで、マドワさんが自身にインタビューするっていうのが、ある意味の番組にあったんですよね。で、いや、まず、サッカー選手にしてくれて、神様ありがとう、みたいなこと言ってて、で、多分、本人もやっぱサッカーなかったらこんな人生なかったっていうことを素直にね、言われてましたし、うん、それから彼の有名な言葉でその、プレッシャーはありますかって、やっぱ大会前とか言われた時に、うん、全くないっていう話をされてて、で、プレッシャーっていうのは、朝の4時から、仕事にお父さんが出かけて、うん、夜まで一生懸命働いたんだけど、100ペソも家に持って帰らなくて、子供にご飯を買ってあげられない、うん、これがプレッシャーなんだ。それに比べたら僕なんか全くプレッシャーなんかないっていうことを言ってて、うん、だからやっぱ本当にこう、労働者階級の見方でもあったんだよね、うん。ですから、そういった意味でもサッカーをしてない人にも常にこう、勇気を与えてくれたり、まあ、本当大変な中でも演じてるわけじゃない、素でそう思ってできないと思うんですね。ですから、マラノさんも何度かこう、危篤状態になって、でも今までいつも何とかこう、復調してきてくれたんで、まだ大丈夫じゃないかってみんなね、思ってたんですけど、もう今回本当に、60年という短い人生、なんかもう本当に、すごい人生だったと思いますし、もう本当に日本のこんな、僕が言うのもあれですけど、本当に感謝してありがとうって、本当言いたいです。また渡さんにはね、アルゼンチン中心に南米のサッカーも、なかなか普段僕も欧州ラリーガばっかり、ね、チャンネルの動画で上げてるんで、ちょっと南米のことも聞きたいんで、また機会があれば出てください。ありがとうございます。あとは S 級しっかり取っていただいて、ね、日本で渡さんを、ね、待ち望んでるファン、サポーターも多いと思いますんで、ぜひ日本サッカーにも今後またこうピッチレベルで、素晴らしい指揮を取って見せていただければと思いますんで、活躍を期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。